グスタフ・ナイトリンガーは、ドイツのバスバリトン歌手。ワーグナーの初役のうち、ニーベルングの指輪のアルベリヒや、パルジファルのクリングゾルに代表される悪役を得意とし、1952年から1975年まで出演していたバイロイト音楽祭でも、この二つの役を、ほぼ独占した。ワーグナー作品以外でも、現代作品の総称を手がけるなど、 1950年代から1960年代を代表するドイツのバスバリトンの一人として活躍した。グスタフ・ナイトリンガーは1910年3月21日、ドイツ帝国マインツに生まれる。フランクフルトに出て、同地の音楽院で、夫をロッドシーパーに支持する。1931年にマインツの私立歌劇場でデビューし、1934年まで在籍。 1934年から1935年のシーズンはザクセンシュプラウェイの私立歌劇場のメンバー。1935年、ないし1936年から第二次世界大戦を挟んで1950年まではハンブルク国立歌劇場のメンバーとなった。ハンブルク時代の1937年にはノルベルト・シュルツェの新作オペラババ抜きの世界初演に参加し、 また1941年にはウィーン国立歌劇場に初出演を果たした。1950年にハンブルクとの契約を得たナイトリンガーは間もなくシュトットガルト州立歌劇場のメンバーとなる。シュトットガルトでは非常に人気があったことから1977年に歌劇場の名誉会員に押された。1951年にはストラビンスキー。 宝刀時の編歴のドイツ初演に参加。1952年、ナイトリンガーは前年1951年から再開されたバイロイト音楽祭に初めて出演し、ヨーゼフ・カイロベルト式の指輪でアルベリヒを歌う。以降、1975年にバイロイトを離れるまで出演しなかった1958年と1959年を除いてアルベリヒを 独占的に歌い、バイロイトでは他に、ローエングリンフリードリヒホンテルラムント伯爵、トリスタンとイゾルでクルベナール、ニュルンベルクのマイスタージンガーや系、フリッツ・コートナー及びハンス・ザックス、そして、パルジ・ファルクリング・ゾルを歌った。ハーグのオランダ音楽祭を訪れたユリアナに、配謁するナイトリンガードイツ国外での活躍も目覚ましく、1953年に、 スカラザとパリオペラザに初登場。パリオペラザとは1967年まで出演するなど縁が長く続いた。1956年からはウィーン国立歌劇場のメンバーに入り、1958年にはエディンバラ音楽祭でウェーバー、オイリアンテのリジアントとトリスタン・クルベナールを歌う。1963年、ナイトリンガーはロイヤルオペラハウスに初出演して、 ローエングリン・テルラムントハクを歌い、同じ年の10月には、日清劇場のコケラ落としを祝した、ベルリン・ドイツ・オペラの初来日公演に帯同して、カール・ベーム式によるベートーベン、フィデリオのドン・ピサロを、バルター・ベリーとのダブルキャストで歌った。1972年から1973年のシーズン、ナイトリンガーは初めてメトロポリタン歌劇場の舞台に、立つが、 メトでは、アルベリヒオ4公演歌っただけにとどまり、メトへの出演自体も、当該シーズンのみとなった。ナイトリンガーは1977年に現役を引退し、1985年に、マインツから、グーテンベルクメダルを授与された。1991年12月26日、グスタフ・ナイトリンガーは、故郷マインツと同じラインラントプファルツ州の、バート・エムスで亡くなった。 81歳没。ナイトリンガーは、アルベリヒ、クリングゾル、ドンピサロのような極みつけの悪役のみならず、バイロイトでは歌っていない、パルジファル・アンフォールタスや、リヒャルト・ストラウス、バラノキシの本ファになる、影のない女のバラック、ベルナー・エック、魔法のバイオリンのカスパーといった役柄もこなした。ナイトリンガーの歌声は、性格的で強力なものではあったが、 軽い役柄にも十分対応できる技量を持ち合わせていた。実際、ナイトリンガーのレパートリー及びディスコグラフィーは多彩であり、単なるワーグナー歌いにとどまらない。オペラ以外でも、コンサートや宗教曲で活躍し、経営難から解散の危機にあったフィルハーモニア還元楽団が、自主運営組織、ニューフィルハーモニア還元楽団と名乗って再スタートを切る。 記念のコンサートでナイトリンガーは楽団名誉総裁オットークレンペラーの指揮によるベートーベンの公共曲第9番の独唱者の一人として出演した。ナイトリンガーは1952年に当時の西ドイツ政府から宮廷歌手の称号を授与されている。ありがとうございます。